鳥類用語では、鳥類の体の名称、および特徴や生態を示す用語について記す。鳥類の典型的な外見的特徴。1、くちばし。2、頭頂。3、交際。4、動向。5、上背。6、小雨服。7、肩羽八、8、右服。9時3分列風切り。10、お。11、初列風切り。12、下腹。13もも、桃。 14、かかと、15、足裏、16、あと、17、すね、18、腹、19、わき、20、むね、21、おしょうど、22、にくすい、23、かがんせん、つばさじょうめんの部位の名称。1、しょれつかざきりに、しょれつ、ふくこつばさは4、じれつかざきり5、おおあめふく6、ちゅうふく7、こさめふく8、 三列カザキリキ羽ー、カタバネマミジロタヒバリの帰ったばかりのひな。羽毛がなく、目も開いていない。ムクドリの若鳥。巣立ち後は、自力で飛ぶことができる。アジサシの QIQ 自白石霊のフライングキャッチや、つの、生物地陸及び、区内の地域の野鳥一覧。ありがとうございます。